はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の10月21日の月曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、10月の21日ということですから、あと10日でこの2024年令和6年の10月も最後の10日ということになりますね。で、昨日ですね、10月の20日の日曜日は毎月行っている地元の仲間たち、弁護士さんとか税理士さんとか司法書士さんたちとですね、行っている定例の会食会の拡大版ということで、近くの河川敷でバーベキューをやってきました。本当に季節としては最高の季節というか天気で、暑くもなく寒くもなく、ちょっとですね、土曜日の夜からこの風がすごく強くて、非常にですね、風には少し困らされたりはしましたけれど、それでもですね、ほとんど、なんて言うんでしょうね、大きな被害もなくというか、突風みたいな風ではなく、常時一定の強さの風だったので、対応というか、例えば紙コップが飛ばないようにとか気をつけてさえいればなんとか過ごすことができたので、非常に楽しいバーベキューになりました。土曜日の夜から前線の通過に伴ってものすごい風が吹いていて、土曜日の夜中の風の強さでは明日の日曜日バーベキューできるのかなって少し心配したりもしましたけれども、なんとか快晴の中、非常に美味しいバーベキューを楽しむことができたので、またいつもの仲間には感謝をしつつ、11月の集まりに向けてですね、日々地に足をつけてしっかりと穏やかなこの日々をですね、自分なりに着実に過ごしていきたいなということを、また今月も心を新たに考え直しました。そしてですね、自分なりに学びたい四字熟語については、今日の日本経済新聞朝刊社会面ですけれども、おすぎとピーコというですね、ちょっと若い方にはあまり馴染みがないかもしれませんけれども、おすぎとピーコのピーコさんという方がお亡くなりになったという訃報が載っていて、先日のですね、先日からだんだんこういったタレントさんたちの西田敏行さんも含めてですね、訃報が相次いで少し寂しいなということも含めた四字熟語としてということになりますけれども、おすぎとピーコさん、ピーコさんの訃報に学ぶ新生楽楽という四字熟語を学びたいなと思っています。で、この新生楽楽という四字熟語の意味はですね、仲の良かった友人が次第に少なくなっていく様とか、年を取って友人がだんだんなくなっていって少なくなっていくことというようなことを意味する四字熟語となっていて、で、新生という熟語ではですね、明け方の空に残っている星という意味で、楽楽という言葉ではですね、バラで寂しい様ということを表していてですね、要するに夜明けの空に残っている星が一つ一つ、この明るくなることによって消えていくということから、この新生楽楽ということで、年を取ってだんだん友達とか友人がなくなっていって少なくなっていくことというような意味を表すようです。このピーコさんもですね、別段私にとっては友達とかいうことではないですけれども、知っているタレントさんとか役者さんとかがだんだん少なくなっていくということには、少し一抹の寂しさを感じるなということも含め、先日の西田敏行さんも含めですね、だんだんそういった私たちの世代に活躍していたタレントさん、俳優さんたちが亡くなっていくことには、新生楽楽ということから、少しずつ一人一人減っていくんだなということを考えさせられるという意味で、新生楽楽という四字熟語でしたけれども、西田敏行さんの時の四字熟語では、しゃしゃ楽楽という四字熟語で、同じ楽楽という言葉が使われていますけれども、楽楽という同じ漢字を使っても意味合いが全然異なっていくというか、この楽楽という熟語で伝えたいニュアンスというものが全然異なるんだなということを改めて学んだり、そういう意味で日本語とか漢字のですね、奥の深さとか懐の深さみたいなものを感じるなという気もしました。で、このピーコさんの訃報のですね、記事を確認しておくと、9月の3日ですからちょっと前の話になりますけれども、敗血症による多臓器不全のために、おすぎとピーコのピーコさんがお亡くなりになって79歳だったということです。
アパレルメーカー勤務を経て専門学校に進んで、それから服飾デザイナーになった。1975年に双子のですね、弟で、映画評論家だったお杉さんと共に、お杉とピーコとしてタレント活動を開始。テレビのワイドショーなどにコメンテーターなどとして出演。有名人や街角の人々の服装にアドバイスを送るファッションチェックが話題となっていた。ということで、まさにこの1975年ぐらいからですね、私たちもだんだん物心をついていったり、テレビとかですね、タレントという人たちの名前と顔が一致するようになっていくような時期ですから、あまり最初の頃のピーコ、杉とピーコさんは知りませんでしたけれども、やっぱり往年の頃のですね、歯に絹を着せない物言いですとか、やはりそのキャラクターとしてですね、非常に率直な表現とか、ある意味このサバサバしているところなどが好感を持たれていましたし、テレビ業界とかワイドショーなどでもですね、結構重宝されるような存在だったというふうに思っています。最近ではやはりなかなかテレビを見かける機会もなかったし、お杉さんなのかピーコさんなのかですね、ちょっと認知症みたいな形で、少しですね、こういった健康生活も損なっているというような噂を聞いたりしたこともありましたけれども、ちょっとそれがお杉さんなのかピーコさんなのか分かりませんでしたけれど、今日の段階でピーコさんの方がお亡くなりになったという訃報を目にして、やはりですね、少し残念だなというような気がします。だんだんやはりですね、年を取っていくに従って知っている人が亡くなっていくというよりもですね、だんだんやはりみんな年齢とともに活動する幅とかですね、この広さというものがだんだん狭くなっていったり、身近なところを中心にということになっていったりとかすると、この他の友達とかですね、人たちのこの活躍とか活動を目にする機会とか耳にする機会が少なくなっていくので、やはりなんとなくみんなですね、だんだんこの目に触れたり、こう情報とかをこう交流する場が少なくなっていくなということを感じたりすることもですね、この神聖楽々という言葉にも当てはまるような気もするし、私たちのですね、このタレントさんに限らず、同級生とか身近な人たちからしてみても、だんだんあの人の話が出なくなってきたなと、聞かなくなってきたな、あの人どうしてるのかなと思ったりすることもあるし、逆に他の方もですね、私に対して、あいつどうしてんのかなと思っていたりしてくれてる人もいるかもしれないので、その辺のところも神聖楽々ということで、年齢とか年代とかが徐々に進んでいくことによって、私たち自身もですね、少しずつ距離ができていくとかいうことも往々にしてあることなんだなということを感じました。そんなわけでですね、先日の西田敏行さん、ピーコさんと訃報が結構あったりですね、新聞によってそれを知らされたりすることもある中で、やはりその人たちに対する人柄とか、思うところ、感じるところから四字熟語を学んでいくということもですね、非常に有意義な機会となっているなということに感謝をしながら、今日はですね、お杉とピーコさんの訃報に学ぶ神聖楽々という四字熟語を学ばせてもらいました。ということで、今日はですね、月曜日の日本経済新聞の朝刊となっているので、昨日の日経平均株価の割値といった情報はお休みとなっていますから、早速音読の題材に入っていきたいと思いますけれども、今日の、音読の題材の一つ目はですね、革新というコラムから、論説主幹の藤井さんという方の書かれたコラムで、縮む国の新戦略を今こそということで、日本も米国もですね、日本の選挙ももう来週の日曜日には投開票日ということになって、もうあと1週間を切っていますから、そして米国の大統領選挙も11月5日ということで、一月を切ってもうあと半月ちょっとということになるわけですから、半月程度かということになるわけですから、徐々にもう終盤戦ということも含めた解説記事となっているので、こちらを一つ目の音読の題材としておきます。日米で国の進路を決する選挙戦が終盤を迎えている。米国ではハリス副大統領が勝っても、トランプ前大統領が勝っても程度の差はあれ、内向き自国優先の傾向は続くだろう。米国社会の分裂は簡単に言えそうになく、米中対立、ウクライナ危機、中東での紛争など世界の分断も長引きそうな気配だ。
東西冷戦終結で世界は一つになり、経済のグローバル化で繁栄は広がり、経済が発展すれば独裁国家も民主化する。1990年代初頭に語られた理想はもろくも崩れ去った。世界は理想や倫理でなく、現実の力関係や利害が重視されるリアルポリティック、現実政治の時代に入ったように見える。核なき世界を今こそ。日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協のノーベル平和賞受賞は、今の世界の現実に警鐘を鳴らすものだ。地球温暖化のように国際協力が必要な分野でも、京都議定書やパリ協定が締結された時のような推進力は失われている。日米の選挙論戦でもこうした課題は後継に追いやられているが、世界には日本の役割への期待は少なくない。日本が追求すべきは原理原則に基づくプルリラテラリズムという複数国間主義だと、米国のピーターソン国際経済研究所のアダム・ボーゼン所長は7月に日本記者クラブでの講演でこう訴えた。米中対立が続き、保護主義が世界で広がる中で、米国離脱後に日本が締結を主導した環太平洋経済連携協定 TPP のモデルを新分野に応用し、同志国と経済連携を強化する。そうした取り組みこそが保護主義を強める米国を経済連携に関与させる唯一の道だと強調する。知日派のミレア・リソース米国ブルッキングス研究所東アジア政策研究センター長は、近所で日本のネットワークパワーに注目する。同志は日本のレジリエンス、復元力、世界の安定性、変化への対応力も評価し、国際関係でも柔軟に連携を構築する力があると見る。世界第2位の経済大国の座を2010年に中国に譲った日本、昨年は国内総生産 GDP でドイツに抜かれ4位、まもなくインドにも抜かれるのは確実だ。成熟したミドルパワーとして、主に経済面で世界をつなぐ役割を果たす。それが日本が減り、少子高齢化が進む日本の生きる道だろう。それが人口が減り、少子高齢化が進む日本の生きる道だろう。それを進めるには、日本が人、物、金で世界の結節点になる改革が欠かせない。この観点から最近気になった3つの話を紹介したい。10月上旬、京都市で開かれた科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムの年次総会に参加した。80を超す国、地域、国際機関からノーベル賞受賞者など、研究者や企業幹部など約1400人が集結。人工知能 AI が医療、教育などさまざまな分野に及ぼす影響や規制のあり方について議論を繰り広げた。会場にはリチウムイオン電池開発で2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野氏や、台湾石体電路製造 TSMC のマーク・リュウ前当事長会長の姿もあった。2014年に始まり21回目を迎えたこの会議は、国際的には科学版ダボス会議と評されるほどになったが、日本国内で認知度が低いというのが関係者の悩みだと聞かされた。京都をはじめ日本には外国人観光客が押し寄せているが、観光だけでなく、この会議のような知のネットワークの取り込みも重要だ。これは千葉県だけの問題ではない。今後50年の日本の国際競争力に関わる話だと、千葉県の熊谷知事はこう訴えた。千葉県の成田空港には2029年には3本目の滑走路が新設され、発着容量が大きく拡大する。だが、アジアの物流拠点としては、急速に能力を高める韓国インチョンかな、台湾桃園、シンガポールのチャンギに比べ見劣りしてきている。空港施設だけでなく、周辺インフラ整備や規制改革も進め、国家戦略として物流ネットワークの結節点としての力を高めることが必要という。金の結節点としては、国際金融市場構想や資産運用立国の取り組みも重要だが、日本に投資を呼び込む魅力的な新興企業の存在も欠かせない。
創業からわずか1年で米国 NVIDIA やベンチャーキャピタルなどから多額の投資を受けた魚 AI が話題を集めたが、人口減少で縮小する国内市場だけでなく、最初からグローバル市場を相手に活動するスタートアップ企業がもっと出てくることを期待したい。上から目線ではなく、東南アジア諸国連合 ASEAN の市場を捉えたいと SNS マーケティング企業フィント代表取締役の大月氏。1995年生まれの大月氏は大学在学中の2017年に起業、2023年にベトナムに進出。急成長する ASEAN の Z 世代、1990年代後半から2010年代前半に生まれた Z 世代に目を向けた事業展開を進める。日本で成功を収めてからではなく、いきなりグローバルを目指すスタートアップ企業が増えれば世界から資金を集めやすくなる。世界が分断と対立の時代に向かう中で、日本がこうしたつなぐ役割を果たすことは、国際社会における影響力を高めるとともに、安全保障の基盤になる国内経済の強化にもつながる。世界に不可欠な公共財ともいえる国家を目指したい。ということで、まあ、世界にもですね、必要とされる公共財としての企業、まあ、国家を目指したいというような、かなり、まあ、広大な目標というか意識が高いなというところですけれども、なかなかこのような、まあ、いきなり最初からグローバルを狙えるようなスタートアップを作れる人というのは限られていることですし、またそこに働ける人だってごくわずかということになりますし、私たちはですね、誰しもがまず自分の身の丈に合ったですね、まあ、その地に足のついた、まあ、そんな仕事から仕事、まあ、力を蓄えつつ、そして周りの人から信頼などをですね、この蓄えて、そしてだんだん大きくなっていくということも一つの、まあ、ストーリーでもありますし、逆に最初からこのような若さで起業して世界に出ていくことができるというような有能な人たちもどんどん出てきてほしいなというふうに思いますし、ただそこには人間としての価値とかですね、まあ、一人一人の能力の差はあれど、やはり一人一人同じ人間でお互いに尊重し合って、そして感謝をし合うということが何よりも大切だなというふうに思うわけですし、まあ、それがこれから先の日本国内に限らず世界の人たちとですね、友好を結んでいくという意味で一番大切な考え方なのではないかなというふうなことを思いながら、今週末のこの総選挙の結果、そして11月5日の大統領選の、アメリカ大統領選の結果というものを見ていきたいなというふうに思います。そして2つ目の音読の題材はですね、今の記事のちょうど隣にある記事ですけれども、タイトルは民主主義脅かすニュース離れということで、コラムニストのジェマイマ・ケリーさんという方の書かれた記事となりますけれども、まあ、ニュース離れの若者が増えているということをですね、危惧する記事となっているので、こちらを2つ目の音読の題材とさせてもらいます。民主主義脅かすニュース離れ、コラムニストのジェマイマ・ケリーさん。筆者には白状しなければならないことがある。書店で言えば自己啓発コーナーに並ぶようなジャンルのポッドキャストを聞くのが大好きなのだ。人生において新しい考え方を得られることが多く、執筆テーマについて斬新な切り口が見えてくることもある。だがここ数ヶ月、こうしたポッドキャストでやや気がかりな傾向に気づいた。いわゆる最高の人生を送るために多くのポッドキャストがニュースの完全遮断を進めているのだ。明言しておきたいのは、誰もがある種のニュース中毒になって事の推移を逐一追うべきだとは考えていない。自己啓発ポッドキャストの配信者のような口調で言うならば、サッカーでゴールシーンを追うように熱心にニュース速報を追うことは、自分の人生の困難な局面と向き合うことからただ逃げているだけの場合が多い。とはいえ筆者は心配している。自分の職業上の利益のためだけではない。世界で起きていることから目を背ける傾向が広がっているように見える。米国ロイタージャーナリズム研究所が2024年夏に公表した報告書によると、世界で時々あるいは頻繁にニュースを避けると答えた人が過去最高の 39% と2017年の 29% から増えた。筆者の属する業界を苦境に追いやった張本人としての SNS がやり玉に上がるが、そこでもニュースとの接触は減っている。
英国の調査会社グローバルウェブインデックスによると、過去3ヶ月で SNS との接触を減らした米国人は 35% に上る。その理由として約半数が政治的議論を上げ、 30% は政治的コンテンツが精神面で健康に悪影響を及ぼすと答えた。人々が時々ニュースから離れて心の健康を守りたいと思うのは非常に理解できる。特に痛ましいニュースや恐ろしいニュースが出てくる時には避けることが確かに役立つだろう。しかしニュースを完全に遮断するということは自分でやるべきことを人に委ねることだ。何が真実で何が間違っているか、誰が正しく誰が間違っているか人に教えてもらうことなのだ。それは民主主義において国の指導者たちに責任を負わせる権利と責任の両立を放棄することになる。国の指導者たちの責任を負わせる権利と責任の両方を放棄することになるでした。候補者や傍らの政策について何も知らずに、候補者や彼らの政策について何も知らずに、どうやって正しい国家運営を促すのか、適切な指導者を選ぶことはできるのか。批判の的となる主要メディアは確かに客観性の面で改善の余地がある。しかしそこから離れることで世界共通の真実を見出すことがますます困難になり、現実に対する認識の歪みがはびこることになる。こうした歪みを悪用するのはたやすい。意図的にデマを流し、時として身の毛もよだつ事実に仕立て、シンプルだが見当違いの解決策を提示するのだ。混迷を極める世界において現実から目を背けることは手っ取り早い手に思えるかもしれない。しかし残念ながらそれが正しい答えではないことは確かだ。ということで、これはいろいろなことを示唆してくれているようなコラムだなと感じました。まあ、ここにあるようにニュースから離れてしまうと、例えば今ですね、様々な県で強盗事件が増えていますけれども、手っ取り早くお金を稼ごうということで暗に SNS などで呼びかけられるままに強盗などに参加してしまって道を誤ってしまう方も、もしかしたらちょっとニュースを見ておくことができれば、まあ、この自分がこの問い合わせをしようとしている SNS がもしかしたらですね、凶悪犯罪の一つ入り口なのではないかなという想像力が働くかもしれないし、逆にですね、このここに書いてあるように、このいろいろなことで自分で考えてニュースをこの学ぶこと見ることによって、何が良くて何が間違っているかを自分で考えるとかですね、もしくは意図的に電話を流して時として身の毛もよだつような事実に仕立て上げて、そしてですね、解決策を、シンプルだが見当違いの解決策を提示するということは、もうメディアの常套手段だというふうに確信していますし、メディアが伝えることなどもですね、全部が全部真実ではないし、仮に真実ではあったとしても、さらにその奥とか、裏側にあることというものを意図してメディアが報じているということだってたくさんあることは、もう我々の年齢になってくると薄々感じてくることになるので、ニュースだけを真に受けてしまったりすることによって、かえってそれが見当違いとかですね、世の中のことがなかなか分からなくなってしまうという一つのこの切り口というか、自分の受け止め方になってしまう場合もあるので、本当に情報の受け止め方というのは、デリケートで難しいことだなということを、よくよく年を取ってこないと分からないこともあるので、私たちの年代からですね、若い人たちに伝えるのも難しいし、私たちも若い時代にこの目上の方々から言われてきたようなことを、その時にはバカにしてですね、そんなことあるはずないと思って聞いていたようなことが、やはりこの年になってくると見えてくるような、だんだんそういう世界観というものが磨かれていくというのも年を重ねていくことなんだなというふうに感じたので、いずれにしてもニュースはある程度自分なりに持っていくことによって世界観をですね、しっかりと磨くということには役立つことなので、ただいずれにしても受け止め方というものには注意をしなければいけないということは、誰がどういうふうに言っても、そここそですね、自分たちが身につけるべき力なんだろうなというふうに思います。ということで、今日は2024年令和6年の10月21日の月曜日、
今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。